視聴者手帳ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。いつも皆様ほんのり甘いんですね。あ、ファンシーショップで売られる匂いだもんみたいな。わかります。その文房具とか。本日のワインはリースリングリオンという白ぶどうから作られた日本の岩手県の白ワインです。リースリングという白ぶどうは栽培が難しく、日本の土地では収穫量が不安定という欠点がありました。この欠点を補うべく、リースリングと甲州三尺という2つのぶどうを掛け合わせて日本で誕生したのがリースリングリオンという白ぶどうです。柑橘系の香りと爽やかな酸味を有し、冷涼なここ岩手県はリースリングリオンの栽培適地とされています。いや暑くて、もう最近ね、もう暑いですね。ですね、夏の暑い日に何飲めばいいですか。炭酸。そうです。もう味のない普通の強炭酸。飲みたいですね。そこはワインじゃないです。ワイン。確かに。家にあるかね。でもね、コノスのゲベルストミネル氷入れて飲むって言うのかなと思ったら。コノスの炭酸割りとかめちゃくちゃ美味しい。さて、夏にね、ぴったりのワインなのかどうかわかんないけど、乾杯。よろしくお願いします。パーマの香りがするかな。パーマ液の香りがします。パーマ、二人のパーマ。甘いんですね。結構なんか甘口っていうか、うん、ちょっとオフドライな印象ですね。還元的な、うんうん、ちょっとあまりこうフルーツとかの要素がこうスッと出てくるようなスタイルではないかなって思いますね。確かに、まあセミアロマティックぐらいかなって感じですね。石鹸とかなんかそのそっち系のありますよね。そうですね。そういうあの、うん、昔からあるそういう化粧品ってこういう香りしちゃう。なるほど。石鹸じゃないけど、うん、ファンシーショップで売られる匂いだもんみたいな。わかります。そう、あのこうほんのり香るようなやつですよね。そうそう、うん、これはビシッといくのは難しい。うん、ほんのりなんでしょうね。少しこうハーブ系のニュアンスとかもちょっと感じられるかなとか、うんうんうん、ちょっとこう爽やかなというか、うん、ちょっとねディルとか。うんうん、ミントまでいかないけどフレッシュハーブみたいな香りが結構ある、うん、そうですよね。モヒートの香りする。モヒートね。なんか日本酒というか吟醸っぽい香りもするな。なるほどね、吟醸香り。確かにその、うん、第二アロマは割と強くって、うん、まあ第一アロマもそういうワインなんだろうけど、うん、第二アロマの感じは結構強くって、うんうんうん、まあ、逆を言うと第3アロマ要素がもうないっていう、うん、もう多分ステンレスタンクで結構醸造してこういう感じのワインなんだろうな、うんうん、吟醸香ってよく使いますけどもワインの世界で割と使いますよね。あのまあ低温発酵由来って言いますけども使います。ちなみに吟醸香ワインだとまあ甲州に使ったりとかするのが多いかなと思うんですけど、あんまないですけど酢酸イソアミルの香りがこれ結構強いんで、なるほど、そういうちょっと青リンゴ系というか、うん、まあ、キュウリとかもありますし、うん、メロンみたいな香りが結構あるので、うんうん、そうですね、割と出揃いましたか、味がほろ甘いですよね。そうなんですよね、うん、これやっぱり、まあ、ってことはあの、ね、アルコール度数とかもこう、ね、そうそう少しこう考えなきゃいけない。今2択でどっちかなって思ってます。お、2択までいけたら素晴らしいですね。千田さんは何択まで。僕も今2択で迷ってますね。国はなんとなくも決まってはいるんですけど、なるほど、品種がどうしようか。なるほど。色調もちょっと気になる。そうですね。じゃあ金さん行きましょう。はい。甲州にします。甲州。甲州。山梨県。はい、山梨。勝沼。2022年。22年。はい。価格ですね。価格が4000円にします。4000円。はい。品種がメルロ。メルロ。はい。日本。はい。長野。長野。ヴィンテージは2023年。はい、価格ですね、ラスト価格が、3500円。はい、確かにありますね、ちょっとこう甘いですね、うん、なんかあの具体的な銘柄とか浮かんでるんですか、頭に。なんかドメール構成さんっぽいなっていう。なるほど、ね、あ、はい、このメルロロゼが、あ、なるほどですね、はい、ロゼか。さて最後、田中さんお願いします。最初日本に行くんですけど、うん、1個迷ったのは、はい、ビンヨベルデの
ローレールしたい。おなるほどね、ポルトガルのやつが結構似てるなと思うんですけど、はいはいはい、僕でも日本っぽいアルコールめっちゃ低いと思うんですよこれ、うんうん、12か 11.5 ぐらいの感じです。そんな感じですね、うん、ケルナーケルナー、あ日本北海道、はい、2022、はい、3000円、はい、ありがとうございます。シャスラーはないよな一応ね、スイスのシャスラーも一応考えたんですけど、うんうんうん、ちょっと違うかなって、こんな甘さないよね。なるほどですね、はい。ということで、皆様全員日本ということで、まあ、ブドウ品種が違うんでね、ブドウ品種勝負かなというふうに思います。日本ね、なるほど、そうきたかっていう感じですね。国、アゲイン。日本です。まあ、届きます。ものが分かんない。今年も開催、第4回ビノカップの挑戦者を全国から募集してます。詳細は概要欄から。あー、なるほど。リースリングリオンなんだ。さつき流れですね。はい、さつき流れ。視聴者投票ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。いつも皆様、リースリングリオン 100%、日本の岩手県の2023年でございます。さて、ではまず送っていただいた方でございますけれども、北海道にお住まいの、はいはい、北海道にお住まいのヌピさんですね。ヌピさん。私の故郷を岩手のワインですと、今現在北海道ですけども岩手出身ということで、はい、私の故郷岩手のワインです。岩手のワインは私の把握する限りまだ出てきていないと記憶しています。岩手ワインの魅力を伝えたいという思いを、込めまして送らせていただきます。またリースリングリオンはリースリングと甲州三尺との掛け合わせということで、テイスターの皆様がどのように感じられるのか非常に興味深いなと思っています。読み上げなくても大丈夫です。わらと書いてますけども、読み上げさせていただきました。じゃあ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ますさて、まあ、今日ね、たまたま志田さんが、日本ワインマスターが、日本ワインちょっと一級の方がいらっしゃいますから。志田君の時に日本ワイン比率高い、はい、いそうですね。はい、これは、そういう意図があるんですね。いやね、あとね、辛さの現状校っていうコメントもよく日本ワインのテイスティング中に出てきますし、そこからね、一気に皆様ググッと日本に行きまして、最終ね。純度数は 11.5%、うんはい。やっぱめちゃくちゃ低い。はい、まあ、志田君いるんで、うん、僕のリースリングリオンのイメージって、うん、まあ、むっちゃ甘口か、うん、むっちゃ酸っぱいか、うん。むちゃ酸っぱいの多くって、確かに確かに、これちょうどそのぐらいの中間ぐらいかなと。はい、まあ、ほろよく残糖を残して、はい、多分バランスを取ってるタイプだと思うので、うんまあ、でも美味しいというか、でもテルペン香はやっぱあるんで、うんまあ、そこで迷うところですよね、うん、さっきの匂い玉は僕のリースリングのキーなんで、でもリースリング2はちょっと違うんで、普通のあのリースリングとは、うん、そうですね、はい、おっしゃって、このリースリング2はリースリングとはね、そうですね、まあ、あの一応別の品種、別の品種なんであるんですけど、はい、というところですかね。うん、私もこれ、うん、酸っぱい方のリスリングリオンしか飲んだことなかったので、うん、全然浮かばなかったです、うんうん、まさにその甘さの度合いで言ったら、うん、その両極端じゃないですか、うんうん、結構なんかその家飲みで飲むにはちょっとこう合わせる料理とかも結構考えちゃうようなスタイルが多いんですけども、うん、これその中間を狙ってくるこう甘さ、うん、これ結構料理の幅ね、合わせられるものが結構増えていいなとは思いますね。なんかこう吟醸こうありますけど、なんかもう、うん、ありますよね。純米大吟醸ぐらいの華やかな香りがありますよね。うんうん、これ結構すごい使いやすいかなと思いますね。はい、そうですね。純大の酢酸イサビルの酸アルバンみたいな。うん、はい。確かに。まあ、2000年中盤ぐらいで税込みでも買えますからね、うん、そういった意味では、うん、あの非常にこと見やすい、本当に夏にあのキンキンに冷やして飲んでも、ね、全然いいと思います、うん、ぴったりですね、はいはい、ということでエーデルワインの、さんのリースリングリオンでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。色がね、絶対マリアージュしますね、デリオとかね、うん、
口直しのグラニテみたいな香り。上手っすね、今のは。パーマの香りがするから。じゃあ、それ今日、いつもましたチリチリしてませんか、ね、そうなんですよ。かけたてかけたてですね。かけたてほやほやなんで。ロット細め。巻くとブラインド力が上がるんですよね。